皆さんこんにちは、ワックス大阪中華店の石川です。今日はですね、ポッシュの特徴である音の静かさについて検証していきたいと思います。また他メーカーさんとの比較もしていきたいと思います。まずはですね、こちらがポッシュの食洗機となります。こちらが右上、こちらがメインライトになります。それぞれまずは電源を入れてスタートしていきたいと思います。安定するまで5分ほどお待ちください。約5分が経ち、それぞれの機種の洗浄モードが安定していたことなので、それぞれ比較していきたいと思います。まずはですね、電内製の食洗機なんですけど、やっぱり洗濯機のジャバージャバーという音が聞こえております。遠くにいてもやっぱり気にならないような感じですね。そしてお次はミーレ製となります。そんなに気になりませんが、やはり少し音がするという感覚ですかね。聞こえますかね。そして次がポッシュ製です。ここにいてもほとんど聞こえない状態ですね。耳を当てるとやはり聞こえるというんですけど、それでも全然気にならないと思います。聞こえますかね。本当に動いてるの？っていう方もいらっしゃると思うので、開けてみましょう。あまり運転手は開けない方がいいんですけど、水がバッと散らばったりするのでお気をつけください。ちゃんと動いておりました。本当に気にならないので近くで、全然というわけではないですけど気になりません。このようにポッシュ食洗機はとても静かです。国内製品に比べればその差は歴然としましたね。実は今も回っております。小さいお子さんがいる家庭や夜食洗機を回したいご家庭、二世帯住宅の方々におすすめです。この音の静けさを実感しに弊社ショールームまでお越しください。ご来店お待ちしております。